す。ヤホー、てつんです。今日はリアクション動画です。やったぜ。今回もつりこさんの動画見ていきたいと思います。デジタルサーカス好きな人は高評価、チャンネル登録で教えてね。今回はお待ちかねのカフモの動画だね。さあ、カフモは何が商品化されるのでしょうか。商品化されてほしい食べ物をコメントに書いて教えてね。それでは早速見ていきましょう。 Welcome to my show. 足音かわいい。あ、すごい。パントマイムやってる？ね、パントマイムだ。でも受けてない、全然。うん。あ、お、上手。お手玉。めっちゃうまいじゃん。え、すごいすごいすごい。これはすごいでしょ。なんでくっついてんの？なんでなんでなんで。鼻くそついてる。鼻くそ飛ばした。バッチー。これは笑うんだ。かわいそう、カフも。あ、入っちゃったじゃん。あ、泣いてる泣いてる。怒ってる。いや、これは怒ってもいいよ。なにこれ。え、なにそれ。え、バグった。待って、見て見て見て。え、こんなんあったっけ本家に。え、カフもこんな能力あるの？目に触ってバグらせる能力あんだ。え、初めて見たんだけど、そんな便利な能力あるの？え、この後どうなっちゃうんだ？どうなっちゃうんだ。お、すごい、手だけ。かっけえ、手が。バグってる。あ、かわいい、プレゼント私に来たんだ。目はいい子たちだ。え、あ、危ない危ない。プレゼントが。まさか今の銃は。泣いちゃった。わわわわわわだよな、今の銃持ってたもんね。始まった始まった。お、すごい。なにこれ、ドアがいっぱいだ。今回はちゃんとなんか上にも道がある。これまさかこのドアに入ってワープしたりとか。やっぱりそうだ。まさか。上、ほんとだ、すごい。わあ、大丈夫か。マリオでこんなステージあるよね。君もドアを使うんだ。頑張れ頑張れ頑張れ。ドア使って。ドア使わないのか。危ない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 。頑張れ頑張れ。君もドアを使うんだ。あ、盾持ってる。かたくなにドアを使わない少年、ね、しかもフォークなのに近づかないっていうね。負けちゃうぞこんなんだと。あ、でもなんか、あ、カフもバグを攻撃してダメージ食らうんだ。あ、なるほどね。カフも本体攻撃しなくていいんだ。え、なんか取った。回復した。あ、体力が回復した。そんなあり。頑張れ頑張れ頑張れ。この子本当にドア入んないな、ね、えらい。え、でもこの子の体力2だ。え、初めてじゃない？こんなに減ってんの。あ、1位になった。え、初めてじゃない？大丈夫？負けちゃうんじゃないこれ。誰か助けに来ないと。まだ半分あるよ体力。大丈夫？オブ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 。爆弾出せ爆弾。え、これ大丈夫？防げる？大丈夫？はいはいはい。はい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 。はい、はい、攻撃して。大丈夫か？あ、大丈夫か？あ、もうちょっと、あ、あと一発。わー、めっちゃギリ。イエーイ。危ない危ない。可愛い。あら？あ、バグった。大丈夫、触って。バグったカフモの一部。痛いんじゃないそれ。また食べた。食べれるのそれ。痛くない？なんか尖ってるよ。わあ、大丈夫それは。なんか、なんかちょっと、これ、あの、大丈夫ですかねこれ。怪しい食べ物だねこれ。ねえ、だって目が見てもこれすごいことになってるよ。あの、怪しい薬とかじゃないかなこれ。怪しい葉っぱとかさ、大丈夫かなこれ。なんかね、良くなっちゃう成分が入ってそう。なんかね、あの、幻覚見えちゃったりするんじゃないかなって心配してるけど。ね、あんまりいけないものなんじゃないこれは、うん、大丈夫かこれ。コムニたち大丈夫かな。あ、レッドも食べた。あ、レッドも目が目がすごいんだよね。ピッカピカになった。あ、ゲットした。戻ったカフも。え、お、なになに、おいちいり。え、え、なに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 それ。トカゲみたいに何回も再生するの。なんか、うん。痛くないのかこれカフも。大丈夫か。カラメル。本当だ、カラメル。カラメルを中に入れてる。中に注入してるね。ね。お？何これ。あ、形を整えて。何作ってんだ。全く分かんない。なんだろう。全然分かんない。パン？なんだこれ。え？パンにしてはなんかでか。何これ。あ、ちょっと待って。ダークチョコバー。チョコ味なんだこれ。バーだから一本満足バーみたいな感じ？そう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 。ああ、なるほどね。ソイジョイとかそこら辺の。え、普通に美味しそう。この色さ、お菓子にできないやろと思ってたけど、チョコはこの色だね。確かに確かに。
しかもなんか結構なねでかさがあるから、うんうんうん、大満足の量。確かに4本入りだいいなみんなでシェアして、ほらほら、中がちょっとトロトロな感じ。美味しそうじゃないの。やっぱりキャラメルが入ってるから、ほら、あ、すんごい美味しそう。カフモが笑顔でグッドマーク。味的には今まで出た商品の中で一番美味しそう、ね、見た目はあれですけどね。バブルが食べた。なんかバグってなかった？ね、バグったよね。一瞬ノイズ入ったよ。大丈夫これ、食べたらバグっちゃうのか。あー、カフモ疲れ切ってる。手からチョコいっぱい出したからね。わ、ミッケ大丈夫かこれ、食べ過ぎ大丈夫か。開け方かっこいいね。わー、ね、あ、バグってる、バグってる、やっぱりバグってる。ほら、バグっちゃった。ほら、やばい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 。え、あ痛そう。そこの痛みは感じるんだ。ボーリングの球落とすのみたい。あ、来たぞ。あ、中毒の。この子なんかね、チカっていう名前らしいよ。ね、そうらしいね。なんかコメントでね、うん、教えてくれてたよね、うん。そうそうそう。皆さんありがとうございます。あー、また中毒だよ。えぶー。これ、もう。え、バグりすぎてね。バグり散らかしちゃうんじゃない？大丈夫？大丈夫？ああ、すごいすごいすごい。虚無空間になった一瞬。あ、なんかちょっとずれてるね。なんか 3D メガネで見たら立体になりそう。うーん、で 3D メガネみたい。あらららららら、つけちゃってるじゃない。ね、ダークチョコバー、あ、結構いい値段するね。あ、美味しそう。ピザ焼いてる。美味しそう。あらららら、あ、そっか、バグってるからもう触れないんだ。かわいそうに。あ、でもすごい、壁通り抜けられるんじゃん。便利だな。あ、戻った。よかった、じゃあ戻った戻った。どうした？お？ああ、そこで？あら、大丈夫なのこれ？なんで両方から？チームワーク×。かわいい。かわいい。本当にバブルかわいい。あ、このシーンあったね。ね、本家でもあった。よだるだらだら。あ、美味しそう。いいな、普通にお腹空いてくるな、こういうの見てると。え、なに？え、汚い。なんで口から出したんだろう。見て。かわいい、この顔。え、すごい。音楽みたいになってる。あー、え、十時間。え、ホムに食べ過ぎじゃない？十時間食べてるんですか？それは椅子も壊れますわ。あーあーあーあ。あ、ケイン来た。お？で、こちら。あー、お尻がつかえちゃってるじゃん。え？え？え？あ、運動させてる、もしかしてこれで。あ、そういうこと？そうなんじゃない？うまいね。ね。頭良くない？ 10 日間。よく走ったな。10日間走りっぱなしなの。あ、戻った。戻ったけど。汗だく。ね。あ、キンガーだよ、キンガー。やった、キンガーだ。かわいそう。あー、また。キンガーの登場、毎回これなんだよね。お？お？これ前見たことある ね、 ね、ミックスするやつだ。今回は何と何がミックスなんですか？誰と誰がミックスされるかな。当てが勝手に。キンガーと、お、ジャックス。キンガーとジャックスがミックスされたらどうなるんだろう。え、なんか全然想像つかないな。前はポムニとケインがミックスされて、ほぼほぼポムニが完成したんだよね。そう、ほぼほぼ魔法が使えるポムニみたいな感じだったんだよね。そう、コスプレポムニだったんだよね、普通に。そう、でも今回お互い能力的なのはあんまない。うんうんうん。あの、どうなるんでしょうか。どこがどう合わさるんだろう。どうなるんだこれは。どうなるんだ。耳が生えるのかな。あ、そういうこと。で、色が変わるだけとか。そうだ、色変わってない。わあ耳がない。いや、これはもうジャックスの服を着てるキンガーなのよ、ただの。あれ、謎
んかこれだいたい片方薄いんだよね。そう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 、なんかあの5対5の変身じゃないんだよね。8対2くらいの変身なんだよね。そう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 。キンガーやんなって、これはどっからどう見ても。ジャックスだからさ、アイデンティティである耳があると思ったんだけどな。ねえ、もうだってこの服だけで言ったらもうマリオの可能性すらあるからね。確かに。本当じゃん。確かに。マリオもこんな服だから。手袋してるしね。そう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 。あ、でも足がさ、うさぎじゃない？うさぎだ。足がうさぎ。耳はでも。足うさぎにしたなら耳つけた方がいいよってカニパンは思ったよ。確かに、こんなのなかなか気づかんよ。でこれミックスしてどうするんだろう。どうするのか。おお、あ、鍵が持ってるのか。ジャックスは、ジャックスの能力これなんだ。そうだね、確かに確かに。みんなの部屋から枕を。なるほどね。みんな枕、あ、かわいい。なんか持ちすぎじゃない枕。1人3、4個持ってる計算になるよね。あ、喧嘩が始まった。また枕なくなっちゃった。はい、ということで、やっぱキンガー可愛いな。じゃなくて今回はそっか、カフモの動画だったか。あ、そうじゃん。今キンガーの動画今回は見てみましたって言おうとしちゃった。だよね、違った。今回はカフモのファンメイドの動画見てみました。歴代で一番美味しそうだったね、ダークチョコバー。うん、美味しそうだった、まあ、バグっちゃうのがあれだけど。うんうん、そうだね。普通にでも売ってたら買いたいレベルで美味しそうではある。このダークチョコバー食べてみたいなって思う人はチャンネル登録よろしくお願いします。あの明治とか森永の人見てたらぜひともあの作ってください。カニパンね、このねホーンストロンプさんの動画もちょっと気になるので、今日はこちらのホーンストロンプさんの動画もいくつか見ていきたいと思います。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。1本目の題名はジャックスラブクイーン。クイーンっていう人さ、多分デジタルサーカスでもういなくなっちゃってるけど、いたんだよね前。あ、なんか聞いたことあるわそれ。多分だけどデジタルサーカスの中でバツがついてる扉があって、そこにクイーンがいたんじゃないかっていうのがね、多分あると思うの。そのクイーンさんのことをジャックスが好きなんじゃないかっていう話らしいです。なるほど、気になるね。早速見ていきましょう。あ、これが、あ、キンガーとクイーンか。これ対になってるんだ。うん、あ、でキンガーがアプローチしてると。ね、ほらデートしてくれませんかって。あ、クイーンさんがこれを見て、あ、やだってね、今みなりをジロジロ見て、こんなこともできるけどさようならと。あ、失礼しちゃった。クイニーっていう書いてあるね。クイニーっていうの？へえ。なんか可愛いものをあげる。ああ、これあれじゃん、レインボーフレンズに出てきたやつだ。ああ、入れ物がそうだったね。うん、あら、あ、花。ちょっとダメだよ、そんなさ。よくない、よくない、よくない。そんな人のものをさ急に強奪すんのよくない。あ、優しい。でも優しい、ラガト。プレゼントとしてあげたいって言ったらくれた。それをクイニーさんに渡しに行って探しに行った。お、あ、ジャックス、あ、ジャックスめちゃめちゃくどいてるね。君は美しいねって言ってる。あれ、ジャックスが、なんだって。ジャックス早くないか、不得の。カニパンはジャックスとポムニのあの組み合わせしか認めてない、認めてないんですけど。クイニーさんって誰ですか、ジャックス。めんどくさいオタクが来た。これ以外のカップリング認めないオタクが来た。クイニーさんのことカニパン今日初めて知りましたけど、あなたにあまりいい印象ないですよ。ね、そうだよ、キンガのことジロジロ見て。ポムニが見たら悲しい気持ちになるんじゃない、わかんないけど。あ、でもこの後ポムニ来るんじゃない、さっき探してたよね。さあ、ポムニは見たらどういう反応すんのか。キンガが見たら失神しちゃうかも。確かに。えぇ、ー、あ
金が。いい雰囲気になってんじゃん。あー。Sorry. You know you did your best. 泣いちゃった、泣いちゃった。優しいね、ポムにトラガタは。ね。お？なんだ？あ、グローインク作った。お？入った。あ、グローインクになりすますんだ。なるほどね。ポムにが。で、怖がらせるんだ。はいはいはい。で、ピンチはチャンス作戦でね。銀河が助けに来るんじゃない？そしたら。かわいい！かわいい！めっちゃかわいい。怖い怖いって怖がってる。ジャックス全然怖がらん。ポムにポムに踏んじゃダメ踏んじゃダメ。やられちゃうよ。踏んじゃダメよ。強すぎ強すぎ。あ、お、助けに来た助けに来た。さあ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 。おー、キンガかっこいいよ。かっこいい。いいタイミング。よかったね。あ、もうラブラブだ。優しいな、はい、この二人。あ、おーっていう感じでした。わ、なんかほっこりな話だった。ね。クイニー大丈夫になった。まあでもジャックスボコボコにされたけどね、かわいそうだけどね。そう、ちょっとかわいそうだなと思った。ね、それでは2本目見ていきたいと思います。はいはいはい。題名がポムニーエビルシスターっていう題名です。多分だけどポムニーに妹ができる。でその子はちょっと悪魔的な感じ、ちょっと悪いポムニーが出てくるんじゃないかなっていうお話です。早速見ていきましょう。I could be an artist. お、あ、なんか色が違うよ、ね、色違いが出てきた。これがエビルポムニー。ひどい。これは悪い。あー、めちゃめちゃに暴言を吐いている。負け犬みたいな感じでしょ。そう。あ、ポムニー。あ、ポムニーが来た。同一人物だと思ってる。あ、ね、似た人って言ってるね。説明してるわ。あ、追いかけてった。あ、鉄の推し、キンガ。キンガ、キンガ。あららららら、それやって大丈夫？キンガ、この人の動画でもまた枕持ってかれんの？毎回ね、あなた。悪いポムにダメだよ。かわいそう。そう、一個でも守んないと。あららら。手ごと持ってかれた。悪いね。わあ、悪いやつだ。普通に才能があるね。うわあ。そんなことできんの？悪すぎるこのポムに。バイバイ。大丈夫？キンガ。あ、キンガおかしくなっちゃった。あ、妹だって言ってる。あれ手がない。あ、よかった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 。持ってかれたのかと思った。ね、まず次は誰のところに行くんだろう。ズーブル！ちょっと待って、そんなことしないで。ズーブルに。あ、ジャックス来た。ジャックスも。ジャックスも結構意地悪だから近しいものがあるんじゃない？ねえ。ほら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 。ジャックス、ジャックス素でイビルだ。色もなんか似てるし、ね、いとこ、いとこなんじゃない？悪いな、でもこれ本当に。めっちゃ笑ってるやん。気が合いそうですね。ねえ、気が合いそう。うわそうじゃなかったんだ。仲良くするわけじゃ。え、鍵を見つけた。鍵見っけ。それはジャックスが集めてる鍵だよ。おお。
He can solve this problem, but where is he? そうね、そうね、ケイン。ケイン。Your sister, I think she took my key. あ、そうね、鍵持ってっちゃったからね。Great. Now she'll bother Kaufman. We need to stop her.止めろ、止めろ。Right here. Time to let the カフモの鍵だったんだ。なるほどね。Oh no, sister. ダメ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 。Don't tell me. やめなやめな。わあ、それはバーグカフモが出てきた。これは本家でもあったシーンだ。またラガタが、ラガタが大丈夫かな。ラガタ、ラガタ大丈夫。ラガタ、あ、ケインだ。ケイン大丈夫それ。頑張れ。うわーすごーい。ケイン本当に強いな。強すぎ。ああ、危険だね、確かに。この鍵危ない。あ怒られた。げんこつくだった。誰ですかって。仲良しアピール。あっ、グローインクだ。なるほどね。ブローインクこんなことできんの？おお。ああ、なんか持ち込んじゃったんだ、ブローインクを。なるほどね。邪悪なポムニを作り出しちゃったっていう感じなんだ。なるほど、なるほど。わあ、でも。ちょっと可愛かった、あの邪悪なポムニーも。なんかああいうタイプのさ、キャラクターってさ、後々なんかさ、仲間になっていくアニメとか結構あるよね。そうね、あの構成して、そう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 、ちょっと重要なキャラになってるよね。そう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 。私大体そういうキャラクター推しになるから。アニパンの推しが見つかったということで。というわけで今回はつりこさんの動画とホーンストロンプさんの動画をリアクションしていきました。めちゃめちゃに面白いな、これ面白かったです。またカニパンたちと動画一緒に見たいなって思う人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。